ヤオヒコ行ってみますか、奈良の。ああ、ヤオヒコ行ってみる、うん、もうどうか近い、もうそうか近い、これも行ったり、今とりあえず、うん、さあ、どういう品揃いなのか。やっぱ結局この二人になるとスーパー巡りになるんだよな。いや、まあそれが一番楽しいですし、ダメだよな、結局この二人の共通の趣味ってスーパー巡りっていうのはあるんだよな。ちょっと待って、これなんだ、まっすぐでいい、まっすぐ、この、あ、綺麗、あ、ほんとだ、いいじゃん、普通に、普通にいいね、これ、うん、景色撮る、うん、いいね、あそこに駐車場あるわ、うん、へぇ、じゃあ観光を見て、そうですね、なんか橋がちょっと古ぼけてて、うん、あら、いいじゃないですか、こういうところ来ると心が和みますね、うん、トレーナーにもなるし上に展望台があるんだ、へぇ、まあ、寒すぎていけんけど、うん、すごい綺麗になってますな。こんな感じなんや。いいね。さっきはそっちの方がちょっと高くていいかもしれんね。まあただそこは駐車場じゃないんだ。まあここは駐車場ってなってるからいいっしょ。で何？ヤオヒコはその橋を渡る感じなん？さすがに渡らないよね。これラムの周りをぐるっと回れるんかな。で上にそっちに展望台とかある感じか。ちょっとさすがにちょっと登っとるとあれやな。登る？いいのかい？登るかい？もうアホみたいに乗ってるからか。でも太ったー。あかんかった。動いた分食っとったら太った。バカみたいに、バカみたいに動いとったからな。食うよ、バクとったもん。おお、結構急ね。なかなか急よ、これってのやつですよ。意外と充電ができてなかった。あ、そうか、それはずっと動かしとったからな。はあ、おお、え、急だね。よいしょ。しゃね。はあ、どっちからでも行けるんじゃね。ここ？一応展望できますよ的なベンチあるけど。ああ、まあ確かに景色はいいよ。向こうは向こうでちょっと国産に近い感じで撮れるのかな。あら、綺麗じゃない。綺麗だけど風強いね。はあ、うん、橋いいね。はあ、あ、いいじゃん。へえ。おお。今日全く観光の方は期待してなかった時にいいね。はあ。あ、いい時間帯だ。ちょうど山の影が。視線でつくこの影の感じはいいよね。うん。いやー、綺麗だ。いやー。さあ、じゃあ降りていきますか。大統領が俺を待ってるからな。結局ノンコンセプトの方が何でも撮れるから楽なのよね。だから、いいじゃん。じゃんけんは始めてなかったら以外には聞いてねえし。それも含めて、そう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 、だからじゃんけんにとらわれすぎると、うん、こういった景色も出会えないし、うん、まあだから温泉も逃したけど、まあそれはそれでこういったわけだから。まあ腰が痛いな。
さあ早く温泉入りてえよ、あったもんだな。うまいな。おじさんも骨格が歪みまくってるから下り階段怖いのよ。はあ、危ないの結構。はあ、無事帰ってこれた。すごいね、駐車場も広いしね、うん、東京だったら何十万円分の駐車場費なんじゃろってぐらいの。これも紅葉とか、ね、桜の成分とかはなんか綺麗だね。これは桜か、桜ではないか。桜だったら映えるな。うん、映えるね。ソメイヨシノとかもあるけどね。ああ、すっげえ。俺こんなとこに財布とスマホ置いてったんや。無防備すぎるやろ、さすがに。ちょっと暖房入れるか。これ、もう出しとくね。食べる。食べる。美味しそうだね。国産のおつぶだ。国産だね。国産なんだ。すげえね。あ、大きいゴミ箱にしときゃよかったね。ゴミ箱ちっちゃいのにしちゃったから。ガス。いただきます。うん、あ、うまっ、うまっ、うん、うまっ。めっちゃ食った時分厚いのよこれ、うん、めっちゃ見えねえ、すごい。今夕方だから薄いも悪いけど、あーめ、多分ちょっと残るのかな、この辺やっぱちょっと細めの道を行くのかもしれないけど、でもこういうちょっと住宅街にある。あれこれ渡るもしかして。渡んないんじゃない。あ、渡んない渡んない、うん、これまた違いますよ、これ。うん、うん、うん、またオッケー、俺のモチベーション上がった。うん、じゃあ八百彦目指して行ってみよう。はい。